顔色は別に悪くないけど。微妙に昨日の疲れが取れてない気がする。睡眠の質が悪くなってるのかな。よし、今日も頑張ろう。おはよう。お腹すいた。うん、もうね、慣れてきたよ、お米研ぐの。本当？でしょ？っておい、適当なこと言うな。わかるからね、そういうの。ほんとさ、もう。あのさ、美味しいかどうかわかんないんだけど、柚子漬食べてみたい。お茶じゃなくてお湯かけたご飯。信長がさ、織田信長ね、漫画で柚子漬を持ていっていうシーンがあって、柚子漬美味しいのって気になってて。いい？まずかったらごめん。ああ、そういえばそうだね。よし、お米の準備できました。柚子漬だ、柚子漬。はい、いただきます。なるほど、お湯とご飯。サラサラいけるから意外といいかも。まずくはないね。ねえ、試してみるものだね。いけるいける。食べた食べた。ちょっとまったりしたら洗い物しますので。今日はどうするの？どこ行く？
いいね、ほんと美味しかった。町になら油なんていくらでもあるけど、この辺スーパーもないよね。だよね。あー、そうなっちゃうか。了解です。美味しいので問題ないです。え？あ、ううん。今日はいいや。はーい。なんか完全に夏休み満喫してる小学生だよね。うん、見た目がめっちゃはしゃいでる。私も人のこと言えないけど、水着ではしゃいでたし。うるさいなあ。あ、なんか持つよ。はい。カバンも持つよ。花？飾るの？へえ、美味しそう。うん。で、カバンも持つよ。お仕事くださいよ。ありがとう。いいね。なんか涼しいよね、今年の夏。ねえ、扇風機で十分だし。あれかな、人類が激減して地球の環境が良くなった的な。そうなの？これからも変わっていくのかな。戻るかな。前向きだね、ユージ君。そっか。
だね、そういうの。私すぐネガティブになっちゃうから。見習わないとなーっと。よし、エビ取ろう。エビ、私やる。どっとと。ありがとう。ああ、ビビった。ちょっとそのまま持っててもらっていい？怖くなってきた。この辺ガサガサするんだから、別に中に入らなくてもいける？やってみよう。おりゃおりゃ。網って二つないの？二人でやったらあっという間に終わっちゃいそうだけどね。時間はたっぷりあるしね。やっぱ中入ろう。やりにくいし。わかってる。うーし、通るぞー。うりゃー。来た？おはよう。うん、お米はもう研いだよ。
だっけこの花、つぼみ？美味しいね。アスパラっぽい感じ、なんとなくわかる。あー、いいね、マヨネーズ。恋しい。ん？うん。野菜好きだよ。あ、でも、パクチー苦手。克服した？へえ、私もそのうち食べられるようになるのかな。今のところ大丈夫だけど、食べられない山菜とかあったらごめんね。このつぼみは美味しい。エビも美味しい。ご飯もうまい。最高！あの、さ、昨日さ、助けるか助けないかって質問したじゃん。思い出してみると、すごく意地悪っていうか、なんていうか、思いつきでしていい質問じゃなかったなって。ごめんね。でも謝りたかったの。ごめんなさい。お、いいよ。うん、どんと来い。思いつかないなら無理しなくていいよ。じゃあ軽めのどうぞ。うわ、絶対興味ないでしょう。あんまり音楽聴かない？じゃあ、ユージ君でもわかりそうなのは、クラシックかな？まあ、それなりに。とか？ダダダダーンってやつ。曲名思い出せなくて気持ち悪いから教えてください。あ、それ！詳しいね。私音楽じゃなくて美術選択したから。
ゆうじくんが変な質問するから。微妙な雰囲気になったことでいい感じにお相手になった気がします。さすが、この人も思いつきで適当に喋るんだよな。え、何？ついてません。ついてません。ユージくん、お風呂沸いたけど先入る？じゃあ遠慮なく。肌荒れてきてるような。髪は完全にバサバサ。切った方がいいかな。手入れできてないし。いった、ブラシ引っかかる。最悪。ああ、また引っかかった。ああ、もう、やっぱ切ろうかな。どうしよう、どうしよう、どうしよう、どうしよう。なんで？どうして？
ちょっと、急なんだけど。私、出てくね。一時的にかな。一時的に一回帰ろうと思って。そう、町っていうか家に全部捨てちゃうつもりで町を出たけど、やっぱり思い出のさ、あるものとかいっぱいあるし、あとそう、町でしか手に入らないものを調達してこようかなって。私がそうしたいの。ずっと甘えてばっかりだから、ユージ君にお礼したいから、その帰るついでにね。じゃあ。うん、行くね。明るいうちに進めるだけ進みたくて。うん。うん。一人で行く。じゃあ。でも、準備？
あ。ありがとう。ありがとう。大丈夫だよ。一人で帰れるから。迷惑かけたくないんだ。思ってないって分かってるけど、私の気持ち的に。ありがとう。じゃあ。行ってくるね。うん。方向音痴だけど、一回通った道はちゃんと覚えてる。行ってきます。